こんにちは。どうもです。あれやね、48で好きなグループやろ。好きなグループじゃない、好きな歌。今回は48グループで好きな歌を書くというねお題となっておりますので、皆さん頑張ってください。やあ、リオンピン頑張るんだわ。見捨てるね。え、マジありがとう。残ってるかも。あ、もらうわ。ありがとう。氷全溶けてる。今何時？5時3分ぐらい。4分とか。なんだっけ。私もう決めたんですよ。何が1位かとか、何が2位かとか。決めました。まず1位、2位、3位って書くわ。OK。 そう、決めてんねんもん。これってみんな、ショールームしてみんなで決めていくみたいな感じ？どうも、リオピー。いや、ゆんちゃんの自分の好きな曲だし。すげえ、すげえ。ロイちゃん、もう諦め、うん、もう諦めて。いや、諦められない。諦めたらそこで。わかった、アミタはもう決めてた。ほんまにやっぱり。わ、待って、いっぱい来てた。わ、水軍スピリットさん、ハートありがとうございます。わ、のーちゃんもソフトクリームじゃなくて、これ何、アイスクリームだね、ありがとう。あ、ビビビビさんも、お花だ、ありがとう、ありがとう、お花。よし、いくよ。靴下さ、やっぱり。はい、まず1、2、3書きました。ナナミンの生誕祭の時、たくさんレースありがとう。お友達は初めてだったけど、レーニャー推し始めた予定、嬉しい、ありがとうございます。ありがとう、やった。わあ、いっぱいハート、ありがとうございます。こんにちは、こんにちは、こんにちはですね。レーの充電器ありがとう。はい、行かないで。りおちゃん、ずっと一緒にいて。痛い、ぶつけた。書いていいですか、私が好きな曲。まず3位からさ、言っていい？わ、おやむさん、ありがとうございます。これマーメイドみたいなやつ、ありがとう。ね、りおちゃん、いやだ。ねえ、これ絶対さ、靴下はこれさ、見て、うん、ダサい。ということで皆さん、私がね、あのね、48グループのやつで好きな曲書いていいですか。まず3位からもう書きます。で、待って、漢字合ってるかな。ちょっと書いてみるね。違うページに書く、怖いから。漢字合ってるか分かんないから。
ツイッター見てみる、自分の字を。違うわ、あれどういう字だったっけ。え、こっちか、こっちだ。オッケー、書くわ。まずね、3位からね、私のね、好きなね、歌を書いていくかと思います。何これ、え、待って、そうだよね、ごんべんだよね。わあ、ベイスケさん、たくさんありがとうございます。ハート、ありがとう。ハート、やった。こんにちは。ケタオツ。はい、ということで、3位の発表からいきます。3位は、じゃじゃん、こちら。言い訳メイビーです。イエーイ。この歌はですね、TikTok で私知って、めっちゃいい、かわいくて、なんかめっちゃいい歌、めっちゃいい歌みたいな。で、私はね、ハマりました。この歌知ってますか、皆さん。そう、めっちゃハマった。なんか、いいよ。めっちゃ好きです、私は。なんか、いいよね。なんかね、サビがね、一回聴いたら頭離れなくなったよ、私。そう、これがね、私の3位の好きな歌です。こんにちは。スペル欠けてますよ。あ、ゆけさん、スターありがとうございます。まあ、マーメイドもこれ、マーメイドっていうのかな、ありがとう。なんかそう、星、私何も見えないんだよね。え、いつ頃やったっけな、聞いた。え、でもそんな前じゃない、ほんまに TikTok でたまたま流れてきて、めっちゃいい歌みたいななって、そこからです。こんにちは。わ、初見でした、ありがとうございます。ということでね、2位いいですか、皆さん発表して。めっちゃ最近の曲なんですけど、めっちゃ最近、めっちゃ最近の曲なんですけど、私はあるんですよ、めっちゃ最近ね。ちょっと書いてみる。そう、めっちゃ最近の曲、本当に、え、最近すぎないっていうぐらい。めっちゃ最近の曲です。皆さんいいですか、私最近めっちゃこの歌ばっか聴いてます。じゃじゃん、じゃじゃん、どうしても君が好きだ。こちらでございます。めっちゃ好きなの私、これが。もうなんか雰囲気も振りもめっちゃ好き。
ちらでございます。そうなんですよ、実はめっちゃいい歌。アイドルなんかじゃなかったらもう結構聴いてるかも。振りもね、振りも好きなの、それの、そうめっちゃ好きです。知らませんか、ちょっとぜひ皆さん聴いてくださいめっちゃ好きです、歌が。なんかほんと AKB さんっぽいですね、曲がめちゃめちゃ。最高の教師見てますそれでね、本田ひとみさんのやつとかもね、あるからね、めっちゃ面白いですよね。そうです、今年リリースしたやつです。わあ、ベイスケさんスターありがとうございます。こんにちは、こんにちは。まあね、1位はもう決めてたんですよ、私もこれだしよみたいな。聞いてみてください、これを機に。皆さんめっちゃいい歌です。今の AKB さんの新曲もめっちゃ好きなんですけど、そうその時間差すごいよね、これの。1位は正直もう決めてたんですよね、マジで。ほんまにもうなんか急遽となんかこのお題を決めた時からなんかみんな大体一緒やった。1位ちょっと書くだけ書くわ、まだ見せないけどね、書くだけね。なんかもう球技とはなんか球技でも結構このこれが1位な人多いかも。ギリギリめっちゃ太く書くわ。わあ、セガスピリットさんありがとうございます。ハートありがとう。皆さん結構予想してますね。太く書けて、いや、そんなタイトルは長くないんだけど私が書くの遅くて、しかもめっちゃでかく書いちゃったから入らない。ごめんなさい、めっちゃ真剣だった。わあ、ビンスケさんだるまたくさんありがとうございます。わ、ルカちゃんもスターありがとう。ちょっと待ってね、充電ないの私今、やばいね。なんかね、画面もねすごくねだるい。ごめん、いけた。はい、ということで書けました私。
わ、マーサさんスターありがとうございます。リオピース消えたよ。下長ズボン、え、熱くないよ。見えちゃうよ、ほら、長ズボン、長ズボンですよ。うわ、つらいよ、つらいよ、つらいよ、もうやめてよ。そう、ジーパンはね、たまに履く。なんでですか、皆さん、なんでそんな笑うんですか。そう、私ね、全然デニム履くことないから新鮮かも。よし、手だなこれ。あ、やった、復活した。ね、もう本当にやばい。なんか、ちょっとごめんなさい皆さん、なんかちょっとごめんなさい、ごめんなさい皆さん。なんかね、携帯めっちゃ熱いわ、これやばい、やっぱこれダメだねやばいやばい、こっちにしよう。価格やばいでしょ携帯出た、あ、そうやな、早く1位発表し、わー、りかちゃんかっこいい、ありがとう。そうですね、1位発表したいと思います。やっとね、さっきあの書いてね、止まってたところ。皆さん行きますよ、1位の発表。1位はポンポコ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 ツク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 ツ、じゃじゃーん青春のラップタイムです。なんかもう大体このね、あのお題が決まった時から、いや、これでしょ1位はみたいな、みんなね思ってたね。私はね、青春のラップタイムがね一番好きです。こちら一番好きです。え、ここ繋がってないからちょっとギリギリ入らなくて。この歌がね、私的には一番1位でした。はい、こちらです。皆さん合計の好きな歌、じゃじゃーん。皆さんスクショタイム、はい、イエーイ、パチパチパチ。そう、青春を大きく書きすぎた、ありがとうねみんな。そうなんです。まあ、ビスケさん、黄色のなんだこれ、だるまさん、ありがとうビビビさんもいいね、ありがとう。わ、ゆけさん、なんか叩いてるのありがとね。レイネ青春ど真ん中な。まあ高校1年生はね、確かにそうかもしれない。ということで、ちょっと撮ろうかな。じゃん。こちらに決定しました。
いいですね。触覚邪魔だわ。大山さんハートありがとうございます。わ、野原慎之介、のすけさんもスターありがとう。やったん。ちなみに僕の順位はアモクロが1位で、夢にぐが2位、そして太陽が坂の道を登る頃が3位だよって。今日ねリオピがねめっちゃね、あの太陽の坂道が登る頃めっちゃいいって言ってた。太陽が坂道を登る頃めっちゃ好きって言ってて、そうだからちょうどその話してたんよ今日。終わった？終わった？やってた？どうした？めっちゃ静かやん。まつげ上がってる？嘘。そう、アミタもラップタイム1位。そうやねんな、やっぱ繋がってるから心の中は。そうなんですよ。どうした？やっぱね、これなるよ。私が考えたら、そりゃそうだよ。待って、次誰？願いありがとう。ね、また忘れた。次誰か見るの。ごめんなさい。マナミ。マナミ。ありがとう。違う。明日はお休みだよ。そうや。でも本当だ。日あの日曜日の朝マナミ。次はマナミやけど明日は休み。朝も夜もない。わかった。何時今？26分。やばいやばいやばい。ということで皆さん、明日はですね、あのね、私あの YNN さんでね、ゴーキキャンプというね生配信をさせていただくことに、ね、なりました。キューキー先輩方もいますと、そういうことなんで、朝から夜は配信がちょっとできなくなっちゃうので、明日はちょっとお休みということで、皆さん申し訳ないんですけど、ご理解していただけたら嬉しいです。ということでね、明後日かな、21日のね朝担当はね、二辺まなみ、まなみんが担当するので、ぜひ皆さんそちらもチェックお願いしますね。6時半からね、朝の6時半、ちょっと早めなんですけど、まなみんがあのやるということで、皆さんぜひショールームに集合していただければと思います。そう、ヘイヘイ担当です。ヘイヘイが担当、イエーイ、ヘイって、ヘイやって、ヘイって。そうなんですよ。そう、まなみんがね、あさって21日にね、朝からやるので、皆さん、ぜひね、まなみんのさ、順位、まなみんが好きな順位は何かというものを皆さん、気になれば見てください。イエーイ。それではランキングをね、読んでいこうと思います。読むね。13位の方がマーサさん、ありがとうございます。そして12位の方がルカちゃん、ありがとうございます。そして11位の方がじゅんいちさん、ありがとうございます。そして10位の方がまことさん、ありがとうございます。そして9位の方がまちさん、ありがとうございます。そして8位の方がベリマユさん、ありがとうございます。そして7位の方が野原慎之介、のすけさん、ありがとうございます。そして6位の方がトラボタルさん、ありがとうございます。そして5位の方が小山さん、ありがとうございます。そして4位の方が水軍スピリットさん、ありがとうございます。そして3位からね、順にあだ名をつけていきます。ビースケさんだからどうしようかな、どうしよう、ビースケさんだから B で使うわ、なんか BBB、あ、いいの持ってた。 B キュン、 B キュンでありがとうございます。 B キュンありがとう。そして2位の方がビビベベさん、じゃあビビベベさんはどうしようかな、なんかもうビビとベベをいい感じに最近扱ってるから、ビベ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 、あ、あ、思い出す、いいのある、ビベビベ、え、違うな、
BBA BBA あ、いいの思ってた。ビベチー、ビベチーありがとうございます。ビベチー。そして1位がゆけさん。ゆけさんはじゃあどうしよう。ゆけ、ゆけ、あ、じゃあ私の旦那と似たようにする、するからゆけにゃーでゆけにゃーでありがとうございました。ゆけにゃー、ゆけにゃーでありがとうございました。皆さんありがとうね。そう、明日のキャンプ皆さん楽しみにしていてください。ありがとうございました。皆さん今日も良い一日を。じゃあねー、ベリーベリー、グッドグッド。